大学全入時代とは、2024年入試時までに、日本の大学への入学希望者総数が、入学定員総数を下回る状況を迎えると、される状況を指す言葉で、日本の文部科学省もこの単語を用いている。大学教育の質の低下、定員割れ、さらにその結果として引き起こされる、大学崩壊などが連鎖すると考えられている。 産経新聞は2022年を大学全入と定義している。河合塾教育研究開発本部主席研究員の近藤治も大学全入を2022年と定義している。日本経済新聞は2023年4月に大学全入の可能性があると考えている。全入とはあくまでも全大学の定員数を統計した上での問題であり、誰もが死亡する大学。 学部に入れる浪人生が存在しなくなるというわけでは決してない。その過程で受験生に対して様々な宣伝やサービスが行われるようになった。例としては高校3年生を対象に就職率や就職先企業の実績、在学中に取得可能な公的資格などの広告や宣伝、オープンキャンパス、英語入試の実施などである。大学によっては オープンキャンパスで、周辺主要都市からキャンパスへの無料送迎バスの、運行や交通費の補助をしたり、学内食堂の無料券の配布、記念品の配布などが行われることもある。さらに、入試の成績優秀者に対して、入学金や授業料の全額、または一部免除を行う大学も増えている。これには、平安受験を行う受験生を囲い込むという、側面もある。 私立大学における経営収入の大部分を占める授業料を免除してまで学生を確保する動きが始まったことは大学前入時代の大学間競争が教育研究面での戦いだけでなく財務状況、経営体力の争いであることを示している。よって学生数を膨張させるマスプロ大学化が進んでいる。一方、老人生。 ひいては受験生全体の数の減少を受け、予備校においても現役生を視野に入れた経営を行うようになっている。三大予備校のほか、東進ハイスクールは、現役生中心の授業を行い業績を伸ばしに、かかる一方、地方の中小予備校は、生徒集めに苦しい状況となっている。しかし、三大予備校の一つと称される。 代々木ゼミナールが2014年8月に少子化とそれに伴う老人性の減少、現役志向が高くなったとして全国にある校舎を渋谷など7校に集約すると発表した。この40年間で成分新社を含め受験産業に積極的に関与した出版社が次々と廃業に追い込まれた。また、専門学校も大学より容易に入学できるという利点が、 大学前入時代の定員割れを起こしている大学の存在によってその利点が失われつつあり、存在目的である職業教育も大学が力を入れつつあるという苦しい状況となっている。上記の取得資格や就職率といった学生獲得競争により一部の大学が就職予備校、資格予備校になり下がったと評される。 ある公立大学法人は、その就職率の高さゆえ、就職予備校と批判されたり、また、定員割れが続いていた地方の私立大学は、マナー研修など、就職予備校であることを全面に押し出し、高い就職率をアピールし、死亡者増加につながったという。1 9九十年代から大学生のダブルスクール現象が見られ、希望する職業を目指すため専門的な知識、 技術を専門学校で学んだりするケースもある。ただし、専門学校は専門職大学への倶楽井が目立っていることもあり、ダブルスクールではなく再入学系というのも見られるようになっている。主な原因として、日本における教育の大衆化の進展、1990年代以降の法的規制緩和による大学の新設ラッシュ、定員増加、少子化などが挙げられる。 1980年代後半から1990年代前半、バブル期に18歳人口がピークを迎えたことや、大学不合格者が増加したことにより、各大学に臨時定員増加が認められた。これは後に18歳人口が減少することを前提とした、あくまで一時的な措置であったが、政治家や私学関係者の働きかけにより、 国立大学は元に戻すが、公立大学と私立大学は臨時増加分の半分を維持して良いこととされた。2000年代に入り、小泉純一郎政権時代の規制緩和が大学にも及ぶことになり、それまでは学校法人審議会による厳しい審査が必要であった大学学部新設の一部に届け出制が導入された。これが大学の新設ラッシュを引き起こし、 1992年から2006年までの間に大学は約70校新設され短期大学からの4年生以降も合わせると184校増加した。大学全体の定員が増加する一方で少子化は急激に進み大学全入が現実味を帯びる状況となった。大学全入時代を迎える中にあって一部の難関大学や有名大学への受験、 人気が集中していることにより、地方大学や振興大学は受験生、生徒集めに苦戦している。日本私立学校振興、教材事業団が毎年行っている調査では、近年私立大学で定員割れを起こしている学部、学科等を持つ大学は、全体の4割を超えることが続いており、2007年度の調査では、私立短大の定員割れ率が、初の6割超となった。また、 地方国公立大学でも一部の学科や専攻などで二次募集を行うケースが発生している。実際に定員割れによる経営問題や他の問題点を抱えた新興大学は多く、2003年には立志館大学が定員割れで閉学、キャンパスは呉大学に吸収された。2005年6月には萩国際大学が定員割れの原因としては、 初の民事再生法適用を申請した。これらの事例より、大学の閉鎖という事態が、現実のものとなった。その後も、学生の募集を中止する大学は続き、2007年には、東和大学が、募集停止、またその後三0中京大学、聖トマス大学、神戸ファッション造形大学、愛知新四郎大屋大学、福岡医療福祉大学、東京女学館大学、 レック東京リーガルマインド大学、創造学園大学、神戸宿川学院大学の旧大学が学生の募集を停止をした。現時点では、潰れそうになると何らかの形で合併や統合を大きめの大学から持ちかけられるため、日本国内では4年生大学の国立大学が完全に跡形もなく,なくなくなって閉鎖した事例はない。いくら偏差値が下がろうとも、 地方創生を打ち出してしまっている以上閉鎖したくてもできないからである。このため地方の国立大学は入試科目数を大幅に減少させている。2006年8月11日付の読売新聞社説私立大学乱立によれば志願者は難関校へ集中する一方で地方の中小規模の振興大学の経営悪化が目立ち生き残りには 大学の個性のアピール、教育内容の充実、就職支援などによって、ブランド力を身につける以外にないと記している。入学試験の多様化ついては、文部科学省高等教育局から毎年5月頃に、各大学へ通知される、大学入学者選抜実施要項についてにある、多様な入試方法を工夫することが望ましいの、文言に基づいて実施されている。大学にとっては、 学生確保の側面もあり、栄養入試など、推薦入試枠の拡大、入試地方会場の設置、独自の学部の設置、受験機会の増加など、様々な対策を行っている。一方、定員割れを引き起こしている、全入大学で新たに生じた、賃言症として、いかに平易な入試問題であっても対応できない、受験生が発生し、大学側の困惑を引き起こしている。 キャンパス見学しただけで合格通知出す大学が存在するといった類の報道もある。大学の合併という現象も起こっている。2002年の大阪国際大学による大阪国際女子大学の吸収を発端に2008年には東海大学が北海道東海大学と九州東海大学を吸収した。これらは同一学校法人の運営する。 大学同士の合併だったが、同じ2008年には別法人である、慶応義塾大学と協立薬科大学が合併。協立薬科大学が、慶応義塾大学薬学部となった。歴史ある、協立薬科大学の他大学との合併という選択は、大学関係者に大きな驚きを与えた。2009年4月には、関西学院大学と、清和大学が合併。 聖和大学が関西学院大学教育学部となったほか、聖和大学短期大学部が関西学院、聖和短期大学となった。別法人ではあるが、同じプロテスタントメソジスト派の大学で、創立者が親子同士という縁がある大学同士の合併であった。また、聖母大学を運営する、学校法人聖母学園と上智大学を運営する、 学校法人上智学院が2011年4月に合併し、上智大学に総合人間科学部看護学科と総合人間科学研究科看護学専攻が設置された。カトリック系大学同士の合併であった。関西では倒産の危機がない大学同士が合併しマンモス化する事例も見られる。経営が難しくなった大学の運営を 地元の地方自治体が新たに設立した公立大学法人に移管し、公立大学として再出発する方法が目立ち始めている。この手法を取ると受験生にとっては入学後の学費が大幅に減ることにより人気化することが多い。多くは公立化と同時に、それまで前身の私立大学に在籍していた学生も公立大学の学生に転換するため、 公立大学科が正式に発表されると、2年生以降の学費が下がることから、最後の私学としての受験生が増加するなど、大きな効果が出ていることが多いが、地元の自治体にとっては、経費の支出が伴う恐れがある。地方交付税を当てにしているところが多いが、地元自治体にとっては、若者が大学の並行によって減ることを考えると、多少の支出もやむなしと考えるところもある。 主に定員割れになった大学では留学生の獲得を行おうとしているところがある。国公立大学に関して言えば、むしろ国立大学法人、公立大学法人化に伴う再編により、絶対数は減少傾向にあるが、これは前述の私立大学の合併とはやや事情が異なる。一般に同等の教育やサービスが受けられるならば、 授業料等の安い国公立大学が選ばれやすく、国公立大学への影響は少ないと見られている。実際定員割れを起こしているのは、ほとんどが私立大学である。ただし2021年度の倍率平均は4.4と減少傾向である。2030年には、国公立大学を現役で進学できる満18歳の日本国民が10%に達する。 大学入学者を志願者で割った数字を入学率と呼ぶ。入学率は1990年には62.1%であったが2000年には81.7%になった。大学前入時代に突入したと言われる2009年は89.7%であり、2010年が89.5%、2011年が89.6%であった。 中国では少子化により一部の地域で定員割れが突出しており、チャンス省では2016年に4万2千人に達し、2017年と2018年には2万人前後であった。また、河北省では2014年に定員割れ総数が2万8千人に達し、2017年には減少したが7500人となっている。ただし、中国の大学入試は、 人気のある大学へ日本をしのぐ数十倍の競争が発生することで知られており、真の全流は存在していない。韓国では少子化により2003年に大学定員数が高校卒業予定者数を上回り、大学全流時代に突入し、地方にある一部の4年生、大学2年生もしくは3年生の専門大学では定員割れが起きていた。2006年には、 大学の未熟足定員率が4.6%であった。2020年には高校卒業者数より大学定員数が3万5000人上回っていた。2021年2月下旬には地方の4年生大学を中心に過去最大の定員割れが起きると予測されており、富山市内の14の大学では計4626人の追加募集が 実施される予定である。また、定員割れを起こしている地方の私立大学では、留学生の学費を大幅に減額し、留学生で定員を確保する大学も存在している。教育部は、2023年までに、定員数を1学年50万人から34万人に減らすとしている。2020年に生まれた子供の数は27万2000人で、あるために、 このまま何の手も打たない限りは4年生大学への進学率が80%を超えることになる。台湾では大学入学指定科目講師の合格率が2007年に96.28%となっている。例年に比べ高い合格率であり、大学全入時代を迎えている。2007年の合格最低点は地方にある新設大学の18.47点であり、 一科目あたり、約三点であった。一科目あたりの平均点が5点以下で合格となる、大学は10校存在している。2009年の全国の定員割れ総数は6万人、余りであり、過去最低の入学手続き率も8割ほどであった。大学入学指定科目講師の合格率は、2014年に95.73%、2015年に95.6%と、 なっている2015年には4年生大学では全66校中14校で定員割れとなっており過去5年で最悪の結果であった2016年には過去最高の97.11%の合格率となり3分の1以上の大学で定員割れとなっておりそのうち6校で欠員率が50%を上回っていたまた 同年の12月29日に教育部が定員充足率を発表し、定員充足率が60%未満の私立大学が17校、最も低い大学が18%であることが判明した。定員充足率の低い大学は地理的に不利な台湾中部、南部に集中している。少子化なども踏まえ、教育部は定員充足率の低い大学に対して、 学校運営の見直し計画を早期かつ自主的に提出することを奨励している。ベトナムでは2011年の入試で欠員補充のための3次募集を実施する国立大学、短大が過去最高の97校を記録した。しかし予想ではそれでも多くの大学や短大が定員割れするとされ、欠員総数は数千人に上るとされている。 三次募集人数が多い国立大学では教育訓練賞が定める最低レベルの合格ラインまで引き下げることが考えられており、私立大学ではさらに厳しい状況に陥っている。タイでは2019年6月23日にタイ大学会議が新しい大学入試システムである企画が成功したのにもかかわらず20万人以上の定員割れとなったことを発表した。 ありがとうございます。